おはようございます。ゆきさん、僕、はい、インスタグラムで見たんですけど、はいはいはい、車新しくなりましたね。これね、ついに買っちゃいました。ガイド行って取材行って試合とか連続すると乗んなかったんで、大きくしちゃいました単純にパンパンになってたんで。せっかく俺金チャンネルやってるので、はい、ちょっとだけ見せます。ちょっとだけ、ちょっとだけです、ちょっとだけ。うわ、やっぱ広いっすね。広い、広いっすね。これあれですか、これはおじさん何をやった感じなんですか。何をやったか、はい、多分これこれじゃ売ってないですよね、明らかに売ってないですね。これじゃ車屋さんじゃ売ってないですよね。売ってないですね、売ってないですよ、うん、買ったか、オリキンさんが何かしたか、ね、はい、もちろん何かしましたいや、ね、ちょっと、まあ、濡れたものとか汚れたものもあるし、荷物も多いし、せっかくこのスペースあるので有効的にこう使えば積み下ろしも楽だし、はい、荷物もしっかり入るかなという感じだったので、まあ、このベッドキットこの真ん中の台はもうオプションで備え付けて、あ、これはオプションで、うん、そう、じゃこれ作りました、はい、自分で、もう同じもの作るだけなんで、はい、買ったほうがいいっすじゃこれそれは買ったんですか。なんか買ったっす。あとは横のこの真横のバー2本、これもオプションで、これも自分でつけても一緒なので、はい、はい、つけてもらいました。あ、なるほど、うん、釣り革とか釣り革、はい、掴むところにこうボルト刺してやる取り付け方のバーですね、はいはいはい、これが2本オプションで、あとは自分でやりました。あれ全部自分ですか。全部自分ですね。これも気になりますし、はい、あれも気になります。あいつも、こいつも、これも、はい、これどういうことなんですか。これはこういうことですね。こういうことですね。あ、ロッドをここに引っ掛けですね。引っ掛けます。へー、しかもなんかゴムだからあれっす、ね、そう、売ってるやつは一本一本じゃないですか。はい、一本一本。それだと釣りに朝行きます、家で一本一本かけました、防災さんつきました、この一本一本外します。まあ一本一本持ってってもいいんだけど、距離遠かったりねするとやっぱ束ねます。束ねたのをボートまで持ってきます。ボートでバラします。釣りしました、一日終わりました、ボートで束ねます、車に持ってきます、車でバラします。これ無駄じゃないですか相当大変ですよね。なので、まあ、そこをうまくできるようにこうゴムすると、束ねたのもこれ広げることでロッドがいっぱい入ると、いっぺんに束ねたままで、ちょっとだけやればこれも1本で、入れられますという仕様になってます。すごい考えられてますね、はい、そうですね、まあ、これは人に教わった、大昔に人に教わったやつで。あ、そうなんですね。高校生ぐらいの時に大先輩がこうしてて、あ、自分もこれ車買ったらこうしようと思って思ったのをこうやったと、はい、なんで前のティップ刺すところ穴もこれ自分で、そうですね、板3枚買ってきて、そんな高くない。え、これ作ったんすか。はいこれも作ったんすか。これ作ったんす。何でも作れますね。これ簡単っす、案外。簡単っすか。うん、簡単。中学生の工作ぐらいなんかちゃんとパッキーみたいなのありますね。あ、この寸法でまあ切って、で板3枚使うんです。
真ん中の板の穴は大きめで、真ん中の板の大きめの穴にパッキンを入れて、はい、両サイドで挟むとこうなるんですよ。まあそんだけですけど、あとはちょっと見て黒く、はい、すごいっすね。なんでまあ大きい穴とちっちゃい穴なんですけど、大きい穴は束ねたよ、ちっちゃい穴はまあ一応一本よみたいな感じで、多分すげえのるっすよ。さすがに遠征レンタルガイドおかっぱりもね、はい、考え尽くされた仕様になってますね。そうですね。これはこれも気になってきたんですけど、これはデッキですよ、一番の目的は。デッキ、うん、まあ一番というか半分の目的は、ハイデッキをこの上に乗せます、レンタルボート用。あ、なるほど、うん、まあ荷物の上に乗せてもいいんですけど、まあ潰れるし、こうハイデッキを乗っけた時に限ってちょっと中のものを取りたかったりするんですよね。はいはい、うん、とハイデッキを開けながら、しかも3枚あるんで、はい、ハイデッキ3枚上げながら右手でなんかバッカンこじ開けて中の取るみたいな、そのうち針で刺すんでやめて、これ台作って、ハイデッキをこの上に乗せると、そしたらスペースにタックンボックスとか乗るんで、はいはい、ライベルとかで、これも作ったと。これも作ったと。で、おかっぱり取材とか、はい、おかっぱり対決とかあるじゃないですか。ありますね。の時に、まあこれもいいんですけど、これいちいちやってるとちょっと時間がだったり、なんかちょっとめんどくさい時もあるんで、はい、この上にパッと置いて竿を、おお、なるほど、パッと移動できると。あんま使わないので上を置いて、その日いっぱい使うような3本4本ぐらいをここに置くとちょうどいいかなと、取りやすいし。じゃああれですか、これもちょっとこう前に行かないようにここにこう、そうですね、リールをそこに置いときゃこう前行かないですもんね。乗せてみます。おかっぱりバトル時の車内。そうそうそう、とりあえずロット3本、考えられてますね。ちょうどいいっすね。これだったらすぐ移動できますもん、ね、すぐ移動できます。7フィートのグリップまあまあ長いんですけど、まあまあ当たんないです。まだ全然余裕がありますね、うん、まあこんなもんで、はい、ちょっとなんか当たると、もしくは今日ハイデッキ使わないってなったら、はい、これ邪魔なわけですよすごいっすね、これ駆動式っすか。駆動式、あっちどうなってんすか、これあっち、あっちがミスなんですよね。あのこの上の棒は向こう側で貫通してます。貫通というか移動できるようになってて、これ全部止めちゃうとここを下ろすとこの距離って変わるじゃないですか。そうですね、前後ろで。そうですね。なのでここ、この棒がこれを貫通して移動することでこの距離が変わっても、はい、この前の出っ張ってる部分が伸びたり縮んだりするんで、長さがここも本当は回るから、ここは止まる、もうフレキシブルに、フレキシブルに。ちなみにこれでいくらぐらいかかってますか、改造で。3万円ぐらい全部で。3万円、うん、3万円でこれできるんですか。このパイプ全部とロッド、ね、ホルダーと3万円かな。あとはそう、もう一個あった、はい、あのこのシート、シート、このシート自分で貼ったんですけど。え、あ、そうなんですか。うん、まああのね、エレクトはもういろいろ引っかかるもの、鉄が出てるし、はい、マグデッキもボルト出てるじゃないですか。なんでね、下がガリガリ傷つくし、あと薄いフロアマットみたいなのだと切れちゃうんですよ、薄いから。
だからし、はい、なんで暑くてこうラフに使えるんじゃないかな。軽トラの荷台のシート軽トラのすごいところシート持ってきましたね、これ1枚4000弱ぐらいだった。まあでもずっと使える。そうですね、うん、水も通さないし、まあまあ、あの元々のこの板の形に乗せて切るだけなんで、まあ、切るの簡単ですもんね。切るのはさすがに。そうですね、めっちゃ考え尽くされた釣り人の車内って感じですね。妄想3日、はい、作るの1日は簡単に行きましょう、ね、マジですか。ちょこちょこ作って。そんなのできちゃうもんなんですね。うん、まあ、妄想は時間かかるすね。すごいです。じゃあこれがもう森木さんの新しい。そうですね、もう多分どこ行っても大丈夫だしってことっすよね、うん、で、四駆なんで一応バスボート系も引っ張れる。まあこの買った理由の一つは、はい、あのピバラで、あの下がピバラ減衰するんですけど、夏減衰するとやっぱ下ぬかるむんですよ、減衰した分が一日でも、はい、で朝はまあ下ろすだけなんで、体のプレール上げるだけなんですけど、今度帰りは下げてボート乗っけて上がらないといけないんで、下ぬかるんでる上にボートの重みでこう乗っけない上がらないといけないんですけど、肉だと脱線しました。マジですか。もうスタックして大変でした。大惨事起きたぞ。大惨事です。なのでまあ四駆にしたのが大丈夫ですね。かっこいいっすね。 LED でしたか。そうですね、途中で気づきました。いや、ありがとうございます。はい、積んだバージョンもちょっと見てみてもいいですか。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと積んでみたいと思います。はい。本当に2人分、てか3人分いけるっす。ですよね、うん、エレキ3台とか全然積めるっす。まだ余白ありますもんね。多分後ろだけでレンタルボードセット3人分いけるっす。だってもうそもそもだってデッキ3枚入るでしょこれだと。そうですね、うん、バッテリーももう3つ4つ余裕だし、エレキももう2台あるし。これやっぱいいっすね、これこのこっち1本じゃないですか、はい、こっち束ねたバージョンですもんね、折り切っても言った、はい、うん、5、6本ずつ入るからね。これそれめちゃいいっすね、これ。うん、いや本当にいいっすよ。ほら、束ねた後に家から1本やっぱり必要だなと思って1本持ってきたりとか、そういう時もサクッと入れられるし、全て考え尽くされた感じなんですね、これは。そう、レンタルボート終わった後におかっぱりとか言う人いるもん、1本だけ入れてくれば当たりないし、スッと取れますもんね。スッと取る。レンタル頻繁にやる人はこういう、うん、いいですよ。そうですね、たぶんパイプだから、ね、最悪分解できるし。そうですね、車体に穴とかは一切開けてないので。そうですね、そういう改造はしないですか、うん、そう、そういう改造は全部置いただけ、つけただけ。そう、はめただけ、つけただけ。だこのボルトもそもそもオプションのデッキにこのパイプは固定してるから、まあ車体には穴開けしてないんで、見てる人の参考にはなるんじゃないですかね。特にレンタルの人とか。そうですね、うん、ただまあデッキのラックはともかく、ね、ロッドラックは多分横のバーなんだ、アマゾンで売ってるし、ゴマ、ブルクマブルク、あのパイプ買ってきて、この T 字のジョイント刺して長さ切ってパイプでつけられる、誰でもできる。それ確かにできそうですね。誰でもできる。そこだけを。まあ木もあのホルスあれば、ホルスってあの木に穴開けるこういう、はいはい、あれがあればできるし、はい。それを持ってる人はちょっといるかどうか。みんながみんな持ってるとは。みんな持ってるんじゃないですか。持ってない。うちに三つあるけど。中央大学のレベルを超えた工具ではない。やばいと思います。そうか。まあでも扱いやすいんで。
いや売ってるやつありますよ、僕も前もなんか言ったけど売ってないんで、作るしかないんでまあ見た目はほどほど良ければ、見た目の収まりもいいっすよ、ね、うん、まあ、よく近づいてみるとあれっていうところがあるけど、いや、あるですよ、ここちゃんと削ってないんで、え、特に木とかね、あ、木とか、うん、見えるとこ、ここだけだから上っかい抜くとこ抜いてるんですよ、そう、抜くとこ売り物だったらちゃんとしないといけないけど、はい、あの自分なんでですし壊れない、使い勝手が良ければもう100点です。はい、ございます。これであちこち行きたいと思います。お安全に。はい。